つうか言わずもがなのことを確認させてもらうけどよ、なでこちゃん、別にさっきのはなでこちゃんの体を俺様が操って好き放題言って回ったってわけじゃねえからな。はい、こんにちは、だす。なんだす？ほえー、それはいい考えだす。ちょっと待つだすよ。ん？行くだすよ。地上は我がいただいた。地上人には死んでもらう。我は地底王、地上人でも格下級じゃ。所有者として彼の返還を要求したいわけですが、今は少々厄介なところに置かれているようですね。俺は用事がある。先に帰らせてもらうぞ。決着はつきそうだしな。その前にジェノス君、ちょっといいか。言っておきたいことがあったんだ。これは標準のサインか。誰にも間違いはある。無知ゆえの増長もな。爽快忍者はブラフではない。身をもって分かっただろう。半年先までの未来を占っていたところ、気が動転したのか息が荒くなり、咳が出て喉飴を口に入れたらそのまま喉に詰まらせて。大丈夫ですか、日向様？日吉様、花火様の留守中に日向様に何かあれば私の一生の恥になります。私のことなど気になさらぬよう。真術を今すぐ完成させたいじゃと？お前そりゃ無茶っていうもんじゃ。よし、血と荒領事になるが試してみるか。なかなかやるじゃん。だが俺たちもまだまだアンラッキーってわけじゃない。忍法おぼろ分身の術。雑魚に握らす刀はねえ。 I am number one ジャンファクトクリエイター。ジャンボクの刀は一振り一殺さ。ちょっとお金とか払いませんよ。いや、あれ気持ちいい。あんたの外部記憶にこれから向かう場所のアドレスを入れておいた。もし俺が戻らなかったらそこを探してくれ。グラハムさんからの指示でね。詳しくはわからない。ただここ1週間ほどとても神経質になっている。あなただけでなく来客には。ああ、俺様の人生初のピクニックやみ。鳥のさえずる青空の下、エンジェルちゃんとランチランチ。久しぶりに楽しんだかい、ヒロト君。今度平成シリーズの量産型出るから展示用の作例手伝ってよ。で、逃げてんとちゃんと話し合えや。俺はお前のことなんか知らんし、知ったところでどうでもええ。俺が切れる前に出ていけ。今年に入ってからゴルツネ絡みの自殺事件が何件かあってな。俺たちは今度こそ奴の尻尾を捕まえたいんだ。お前は知らないうちに奴の喉笛にナイフを突きつけてるのかもしれないんだぞ。銀河は関係ない。あくまで私の一存だ。あいつが必要と判断したら私など簡単に切り捨てられる。違うならいいや。関係ない奴が自分のせいで死んだら、それはそれでルルちゃん悲しむからさ。これより対抗試合を行う。17小隊は攻撃、16小隊は守りだ。本番の都市戦のつもりで臨むように。了解、走りつけ。甲賀と伊賀、和睦が迫ったこの時期に何故伊賀者が万事谷を襲ってきたか。貴様の汚れし野望は我らが骨肉落として打ち砕く。これ以上リーゼロッテに力を与えることは許されぬ。うせよ。大変だ、大変だぞ。おい、しんのすけ、すずのすけ、さのすけ、でんのすけ、ゆらのすけ、にんのすけ、とものすけ、くらのすけ、あいのすけ、もんのすけ、てつのすけ、はるのすけ、じゅんのすけ、えいのすけ、しかのすけ、のぼりのすけ。試してやる。歯が骨まで達した音。ナイフのせいで狙った通にはいかなかったが、まともに食らったな。